海洋進出を強める中国を念頭に進められてきた南西地域への自衛隊の配備、集団的自衛権の行使を可能とする安保法制の施行や反撃能力の保有を掲げた3文書の改定など、この間安全保障政策は大きく変容しています。こうした軍備増強が急速に進む動きに、自衛隊の配備を容認する人たちからも懸念の声が上がっています。横田記者のリポートです。尖閣諸島周辺を連日のように航行する中国の船、今日も4隻が日本の領海に侵入しました。中国が海洋進出を強める中、政府は2010年の防衛大綱で南西諸島の防衛力強化を明記し、自衛隊の配備を進めてきました。尖閣諸島を行政区域に抱える石垣市では、自衛隊の配備は抑止力になると評価する声がある一方で、緊張を高めかねないと反対する声もあり、賛否が分かれています。八重山漁協の専務理事、伊良部幸吉さん。今では尖閣諸島周辺に漁に出る漁師は少ないと話します。威嚇されたり追尾されたりとか妨害を受けてますので、そういったことされると、ちょっとまあいくら海保がガードしているからといって、ちょっと怖いのかなというふうに感じますね。去年アメリカ連邦議会の下院議長が台湾を訪問した際には、中国がこれに反発して軍事演習を行い、与那国島の近海にミサイルが撃ち込まれて、漁師たちが漁の自粛を余儀なくされました。こうした事態は決して一言ではないと伊良部さんは考えています。天気が悪かったので、操業している船少なかったんですけど、たまたまですね、天気が良くてたくさんの船が操業していたら、もしかしたらというのはありますので、大変危惧しているところですね。こうした中、陸上自衛隊の駐屯地ができることで抑止力になると期待していますが、かえって軍事的な緊張を高めてしまわないか不安も感じています。刺激にはなっているとは思いますけど、ちょっと怖いですよね。与那国、宮古にもありますし、連携して何かの抑止につながればなと思いますね。石垣市の中山義隆市長は今月10日、沖縄テレビの単独インタビューに応じ、配備の意義を強調しました。尖閣諸島、日本の領土ですけれども、そこが危機的な状況になってきているという意味で、石垣島への配備についてはですね、そこに対する抑止力というか、相手方に対する抑止力には十分なるというふうに思っています。自衛隊の配備をめぐって反対する市民が懸念しているのは、有事の際に標的となって住民が巻き込まれるリスクが高まること。こうした声に対し、中山市長は配備されていない方がむしろ危険だとする考えを示しました。標的になる可能性があるから、島には置かない方がいいという話がよく出てきますけれども、置かなければ逆にそこが上陸されて占領されて、相手方の出先に出城みたいな感じで、なる可能性ありますので、その方が危険だというふうに思っています。石垣駐屯地には地対艦地対空の機能を持つミサイル部隊が駐留します。政府が昨年末に改定した安保3文書では、敵基地攻撃能力、いわゆる反撃能力の保有が明記されていて、今後石垣駐屯地に配備されたミサイルが反撃能力を備えた改良型のミサイルに更新されることも考えられます。この駐屯地に反撃能力を保有すべきかどうか、どのようにお考えでしょうか。石垣において、その相手国を直接、相手の領土を直接攻撃できるような能力のミサイルというのは、
必要ではないんじゃないかと、必要ないんじゃないかなというふうには思ってます。ただこれはもう専門的な見地になりますので、私の判断でいるいらないということはできないとは思ってますけども。反撃能力の保有には自衛隊の誘致に取り組んできた保守層からも懸念の声が上がっています。石垣市議会の戸板義行議員です。戸板さんは去年まで八重山防衛協会の事務局長を務め、配備計画を推進する立場で活動してきました。相手国に届くミサイルが配備をされるということで、その攻撃をされるリスクというのはもう格段に高まってしまったと。それは今まで説明してきたものとは全く根底から変わるものじゃないかということで、非常に懸念をしています。石垣市議会では去年、反撃能力の保有に反対する野党が意見書を提案。一方の与党からも国に十分な説明を求める意見書が上がり、その両方が可決される異例の事態となりました。これまで説明されていなかったことがもう頭ごなしに計画をされていくという状況に非常に危機感を持っていた野党側で、与党側にもやはり慎重な意見があるということを表しているのではないかなと思います。去年、アメリカ軍と自衛隊は与那国島で初めてとなる共同演習を実施。沖縄に駐留するアメリカ海兵隊は部隊を改編し、有事が起こる前から小規模の部隊を離島に展開する海兵沿岸連隊を創設することにしています。日米の軍事一体化がさらに進めば、離島の自衛隊基地がアメリカ軍の拠点とされ、南西諸島がアメリカの戦争に巻き込まれる事態を招かないか、戸板さんは懸念しています。台湾有事については、これを回避する議論が全く見えずに、台湾有事に備えるという議論ばかりが先行していて、その最前線に立たされている最も近い場所にいる先島諸島をですね、本当に捨て石にされてしまうのか。国際情勢に翻弄され、急速に変容していく安全保障政策に揺れる石垣島。そこに暮らす人々が戦闘に巻き込まれることなく平穏な暮らしを続けていくためにはどうしたらよいのか、軍備増強の一辺倒にならないあらゆる取り組みが求められています。住民が不安を抱えたまま駐屯地が開設されました。その住民の不安とは、かつての沖縄戦で本土防衛のための捨て石にされたという辛い経験から来るものです。自衛隊の配備を容認している人たちからも、安全保障政策が大きく変容する中で、反撃能力を備えたミサイルが配備されないか懸念の声が上がっています。安全保障の名のもとに一辺倒に軍備増強を推し進めるのではなく、政府には住民の声にしっかりと耳を傾ける姿勢、そして戦争を起こさないための外交努力が求められます。